皆さんこんにちは。はい、こんにちは。アップバンクさんの伊沢です。はい、今日はですね、うん、大変好評のアップバンクファンジン最終号。最終号、最終号ファイナルのお知らせ。あら、まあファイナルでございますか。はい、今まで1、2、3と出してきまして、うん、見ましょう、見ましょうよ、これ見ましょうよ。1、2、3、1、2、3、おさらいしましょうよ。はい、1、1、懐かしい。まずね、表紙が脱ぎ、ファンジンとは何か。ファンジンとは何か、まあファンマガジンの略でファンジンとつけたんですけれども、フリーペーパー的な感じで、アップバンクストアの店舗ないし、店舗では無償配布、EC だと何かを購入するとついてくる、はい、まあ、いろんな情報とかプラスポスターで、これ第1弾もう配布は終了しております。はい、ちょっといいですか。で、第2弾が第2弾、こちら、こちらももうすでに配布は終了しております。はい、第3弾がこちら、こちら、こちらもすでに配布が終了しております。で、今回第4弾、4弾最終です。はい、じゃあ早速もいっちゃいましょうか。第4弾、どういうポスターかというとですね、もう行きましょう。こちら、おお、すげえ、ね、横バージョン、横珍しいかもしれないですね。横はね、いつかやったな、なんか宝箱、これマンハッタンですね。黄色いタクシーっていう段階で回ったんですね。これが第4弾でございます。はい、じゃあ中身ちょっと見ていきましょう。はい、裏ですけれども、ちょっと一回折りたたんでみますか。うん、まずですね、はい、塗り絵がございます。あ、どうぞ塗り絵お楽しみください。あと、アップバンクの全店舗紹介ございます。どうぞ、最寄りのアップバンクスターどこかなっての探すの手伝ってください。で、役立ててください。で、こちら私の手相占い、これ私の手ですね。皆さん、私の手相どうですか、気になりますか。生命力がマックスらしい。あと知能線もマックスらしい、感情線もマックスらしい、まっすぐな思いが強い情熱家タイプ。ほう、これ私の手相でございます。で、この上、マグトさんご紹介ください。こちらのマミルトンスパークリングを使ったレシピを紹介しております。で、マミスパカクテル、前の動画でもやったんですけど、やったね、うん、マンゴーアイスと一緒に食べてるんですよね。今回はマンゴーと、あとキウイのアイス、フローズンの、マンゴーとキウイを使用しております。で、これを入れるだけで完成。レッツトライ、レッツトライ、マミスパカクテル、うん、そして、右側はマミスパフルーツポンチ、これもお好きなフルーツ、こっちは大きい切り、なんかフルーツをゴロゴロっと入れてぶっ込むだけ、はい、入れていただければと思います。ぜひともね、いろんな食べ方してください。フルーツもですね、そう、フルーツにはなんかマミスパチだけでも美味しいんですけど、結構ね、何か他のお酒を割る何やつとしても美味しいし、いろいろ使える。皆さん、マミルトンスパークリング大変好評です。今我が社は3つございますね。はい、マックスぐらいの美味しいサイダー、マミスパ、塩レモンサイダー、うん、はい、やる気ファーラウェイ、はい。で、こちら、おー、心をマックスにした者たちということでですね、漫画と活字それぞれで、私が人生で影響を受けたと思われるトップ3あげました。漫画のトップ3は、今年のゴールデンウィークだったかな、 YouTube でも紹介したじゃないですか。マミルトンさんのトップ3も紹介したし、うん、高橋君のトップ3も紹介したし、うん、その時と一緒でございます。うん、第3位は月下の騎士、将棋の漫画ですね。第2位が牛音ドラ、ちょうど今アニメ化されてますね。されてますね。アニメもめっちゃ面白いですよね、私 Hulu で見てます。で、第1位がシャカリキ、自転車漫画でございます。シャカリキで、活字の方が第3位が、もうこれ廃盤、絶版になってると思うんですよね。なんかおしゃれなカフェとかにはたまに置いてあったりします。なんかアマゾンのユーストとかその辺で見かけたら買ってみてください。塩ポケットに入れてるってチャールズ・ブコースキーの本なんですけど、日記でございます。で、これも絶版になってると思うな。立花隆の20歳の頃、これ超分厚いです。東京大学のゼミのやつなんですけどね、これ超面白いです。で、1位が EV カフェ、村上龍と坂本龍一の対談なんですけど、これ高校1年生か2年生の時に読んで非常に影響を受けた本でございまして、これいろんなゲストが来ていろんなダベリをしてるんですけれども、この本をきっかけにして私はいろんなものを知りました。で、 EV カフェっていうこの1位の本はですね、パート2パート3とか多分出てるんですよ。でも私が一番好きなのはパート1、
このバブルの時代の本当みんながね好き勝手などうでもいいことを話してるこの本が一番面白い。でポスター、ぜひともお部屋とかに貼ってください。こちら受け取り方法など伊沢先生ちょっと紹介を。はい、期間お知らせいたします。8月1日から、ウェブの発送分に同梱されます。お店でも8月1日から店頭に並んでいるので皆さんお越しの際はぜひ店頭で取ってお持ち帰りください。お店の場合は買わなくてもそのままフリーペーパー感覚で持ってきるよね。はい、持ってきます。でなくなり次第終了でございます。はい、大体過去の傾向でいうと数万部刷ってるんですけれども2ヶ月ぐらいは持つ。2ヶ月ギリかなって感じです。1ヶ月は絶対持つ、絶対持つ、はい、これまでの傾向で言えばですよ。はい、ぜひとも皆様あのアップバンクストア、例えば新宿だと夏いろんなイベントやってますし、大阪だと梅田、その他、ここのマップで紹介しましょうか。大阪だと梅田、都内だと新宿、池袋、渋谷、あと東京駅の地下、八重洲、原宿、千葉の方で柏ございますので、ぶらりと立ち寄られて、買い物別にしなくても大丈夫なので店舗の方だったらフリーで持ってきますので持ってってください。では皆さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。